菅平フィス2日目です。男子1本目1番スタートかけるリズムリズムコンパクトコンパクト、いや何やってん。はい、ゼッケンさん、空ヘビビよ、三井恭平ビブロック森園縦に来い縦に。もっと縦来いよ。お願いします。はい、野本構成一本目。もうスタンスはいいよ今日。ちょっとタイミング遅いぞ。こっからだよ。つなげ。はい、ヒュー。ハルトナルトアトラです。お願いします。はい、はい、ソーマー。1本目。はい、もったいない。バランス、バランス。そこミスんなよ。いやーミスんなってそういうの。はい、新た1本目。もうちょいスキード帰りもらえよ。はい、鳴沢1本目。いいや。
いや、まっすぐだよ、これは無理だ。はい、高広1歩目です。お願いします。はい、ラインね、深くついてきてるからね、しっかり高い、ポジション、高い、速いタイミングでスキー長く乗ったらもう遅れず、すぐ出ちゃうから、そこね、しっかりと頭に置いといて、でポールは、やべ、空だった、ごめん、空、はい、タイガー、ごめん、ちょっと遠いぞ、スキーの帰り出せ、スキーの帰り出せ、もっと、はい、セージ1本目、外向くな、スピードを出す、スピード、ここから翔太郎、厳しいぞ、いやー、ちょっと緩いぞ、ノリが、体回ってる、はい、カズミ1本目、深さはそうでもないんだけど、自分が行きたい位置よりもね、多分遠いと思うんだよね、あと負担取りやすくなるので、自分ちょっと合わせながらも、自分が思っている遠いんだけど我慢して、お願いします。ちょっと2つ目ポイント、2つ目のヘアピンチにして、溝は綺麗にできてるので、それを一回合わせるんで、ここでちょっと出てあげて、はい、雄大1本目、お、匠1本目、緩斜面入り口のストレートからね、これもインスペクションで言ったけれども、ストレートからちゃんとスイッチ入れ替えてね、それからテンポ速くなるから、で速い動きをすること、もう上に抜けようが何しようが、とにかく短く短く乗ってくること、でゴール前の斜面変化、ブーね、スルーからのところはね、全く問題なしね、いやもったいないね、だけれども方向だけしっかり変えて、スキーだけ入れ替えて、もうその上でこなしていけば全く問題ないから、だな、スタンス幅狭く。前半のトライ20分、はい、空2本目、ケツ上げろ、ケツ、合計タイム。
として緩斜面はね、だいぶあれもないので、思い切って、たくさんの方を返し切るので、この辺で。はい、高博2本目。はい、新た2本目。はい、話せよ。はい、森園2本目。これは5だよ。外出るなよ。はい、コース2本目。はい、いいか。スタート直後ちょっと深めなので、急斜面終わるまでね、しっかりと、スキーの帰り出していこう。それで、感謝のつなぎのヘアピンからね、スピードしっかり上がるので、そこからね、ストレート抜けたらスピードね、すごくあって、そこが結構細かめなので、本当の感謝面ね、本当に細かいので、そこね、ストレート抜けてからしっかり対応できるように。で、あとはね、ゴール前問題ありません。しっかり行くこと。はい、ありがとうございます。野本2本目。1本目5。1本目3、三上大河。1本目に三井恭平。1本目ラップ笹岡空。はい、1本目31、タイガ。あ、悪くないよ。ここから対応できるか。ここだぞ、しっかり頭に入れとけよ。ほら。はい、和美1本目32。抜けてからのオープンゲート、スライダーアンダー気味なんで、我慢して、打ち足に払わないように気をつけて。
はい、1本目33セージ。はい、匠2本目。出だし振り幅があるからしっかりこう火を、回すの、下回りに対応して、あとはあのビレートを指示してから、速くなってもそんなに高速くならないので、あのラインアンダーの。